従属接続詞の眺め方6あずは同じ同時同等というかですそうなんですあずっていうのはね今回まあ接続詞で扱うんだけれども前置詞のあずもあるじゃないですか前置詞のあずっていうのは前と後ろがイコールだよ同じだよっていうことを示してるだけなんですねですので接続詞のあずの場合も時だ理由だなんじゃかんじゃあるんですけれどもイコール 同じだよっていうことが分かればいいよ。そのお話をね、掘り下げて見ていきたいと思います。早速スタートです。では例文です。例文はこちら。バン。例えばワン。ドアベル玄関のベルです。 であとは「ビー・ア o ト t トゥ」でまさにほにゃららしようとするこんな感じです。はいするとですね今回アズに注目でしたそうするとタイトルのねところでも言った通り「アズ」っていうのは同じ同時そしてね同等だっていうことなの。そうすると2つの動作があるじゃないピンポーンって鳴ったそして出ようとした。 おーなんだよ今行こうかなと思って「こう」と来て玄関行こうと思ったら鳴った「おおびっくりだ」というふうに確かにこれねイコール「ウェン」で考えてもいいんだけれどもウェンよりももっと同時って感じはいえと戸締まりした、えー、と電気も消したねテレビも消したよしじゃあ行こうピンポンおぉい,いっていう感じなんです。はい、そのニュアンスが伝われれれば、OK、ですじゃゃあももううこれ訳せちゃうんだけれども まあまあ、段取りってものがあるのでね、ティケーズポイントを見てみたいと思います。それじゃ、あ行ってみよう。t ィーケーズポイント。こちら、アズは同じ、同時、ドトウ。ということです。はい、ですからね、アズイコール、同じなんです。 本当はさ「アズイコール」イコールって書こうと思ったんだけどわけわかんないから「アズイコール」イコールじゃ変なので同じとしました。でさっき言った通り A asB なんていう前置詞の使い方だと A=B と同じわけだね、ですから前置詞のアズと同じように接続詞のアズも同じということ。ですから時の場合はほにゃららすると A すると同じ時に B という感じ。 理由の場合もね雨が降ってるっていうことはねもう言わなくても分かる通りお外の体育の授業は中止いいよね雨が降るイコール中止もう分かってると思うけど言っとくねという感じでようになんかさまるでほにゃするのが、ね、後ろとイコールのような感じで来るよね,ねやりなさいどうやってだからやりなさいって言われなと同じようにやりなさい言われた通りやれなんていう時に使うわけ。そううすると連れてってっいうのは 例えばね、気温が上がるのと同じように、アイスの売り上げもっていう感じ。ね、だからだん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 ちょっとなんか抽象的な感じになってくるけど。同じってのわかるでしょ。気温が上がる、アイスの売り上げも上がるということで。別のことでも、同じように動くから、アズでいいでしょっていうこと。で、この情報のアズっていうのはね。えー、何々アズ、集合イズ。ね、確かに彼女って言えば。 確かにこれこれっていうことなんだけれども確かにそれは同じように見えるんだけどでもドーンとひっくり返しますこの情報の「アズに関してはね並び順がちょっとヘンてこになっている意味がちょっとややこしいっていうところもあるのでまた練習でね深く掘り下げてみたいと思います。はいじゃあいろいろ言ったけれども「イイコールイコーールルイコール同じ」っていうこと分かってもらえたかなはいじゃあ例文に戻ります。と はいということでね訳こんな感じです。まさに私が出発しようとした時にでも本当同時って感じに玄関のベルが鳴ってま はいこうなります、ね、ちょっと日本語だとニュアンスを表しにくくてちょっと悔しいところではありますが「Beabout to まさにほにゃららする時」と「a ず」を絡めると「よし出かけピンポンおいびっくりした」っていうね本当に「同時」っていうニュアンスが伝えたいところであります。はいということで「as イコール同じね」ね、えー、そこをニュアンスとして捉えてください。ポイントばっちりだね 練習です英文はこちらン次の英文を日本語に訳してみようまずは2つ用意しましたでは1番ですはいというわけですけれども今回もあずなんですがあずいろいろ意味あるんだけれどもとにかく同じってことが分かれば OK で特にこの「比較級 と一緒に使ってる場合はほにゃららが増えるにつれてっていう感じで比例関係同じようにっていう比例関係で考えるといいの。だから時間が過ぎたことに比例関係で美しさも増えたこういう感じ。はいじゃあ訳できたかなご覧くださいこちら。バーンはい時が経つにつにれて メアリーはもっっと美しくななたこんな感じますますとかさらにとか何でもいいんですよその辺は役はね広がりがあっていいと思うんですけれどもですからもうここね「As Time Well By」「時が経つにつれて」っていうふうにね覚えちゃってもいいくらいです。でこれをそのまま覚えちゃえば後ろに何か比較球くるんだなーっていうことでね、うん、もっと美しくなったみたいな比較球がくるんだなーって予測まで立ちますからねぜひ As Time Well By」

フェイマスと一緒なんですがあえてこの「フェイマス」を前に出すことで「そりゃそうだフェイマスイコールボブボブイコールフェイマス」分かってるよ。でもねということでそう「情報」の意味を、ね、強めた表現になっているんです。 もともとの情報の意味なんですけれどもそのフェイマスを前に出すことで「ああ有名だよボブは」「あボブっちゃ有名だよでもね」「ほうどんだけ有名なのにどうしたって?」そうとっても控えめですこういう形になるわけですからねこの上下両方ともねここが前振りで言いたいことなんだけれども前振りのところでも超有名すっごく有名まあ有名 でもねという形でかなり力んだ表現ですでこれね文法の問題でもよく出る並び方だからぜひ覚えておいてくださいじゃあ確認で訳ねこちらボブは有名なのだが彼はとても控えめだとこうなりますはいですからね保護形容詞 as 集合 is 確かに主語は形容詞なのだが保護なのだがという形で是非覚えておいてくださいね。はい、ということで1番2番1番は比例時が経つにつれてこれごとそして2番は保護形容詞 as, 主語 is で確かに主語は形容詞保護だがということそれぞれね塊で覚えてしまうと便利だと思います。ポイント、バッチリだ、ね 3番です。英文はこちら if we to a。ということでセンターの英文を使わせてもらってます。はい、まず前半部分大丈夫ね。録音された交響曲、まあ、シンフォニーでもカタカナでもいいですけど交響曲ということね。でを「withab」ねここ大丈夫ね。with で区切って。 A, B A が B の状態で目を閉じた状態で、ね、目は閉じられる方だからね、うん、目が閉じられたでもいいんですけど目を閉じた状態で録音された交響曲を聞くと聞くならばはいここまでいいですねじゃあね今回まあここまでのところはサクッとどかしちゃってメインはここです。As if. そう as だけでもそうなんだけど asif で使う場合はですねまるでほにゃららのようにということですだからさ、as はイコールなんだけれども asif はさ、仮定法になっているわけだから本当は違うんだよ本当は違うんだけれどももしかしたらイコールっぽくというニュアンスですこれが asif ねはいですから we はということでここ仮定法過去になってる 家庭法本当は違うんだけどまるでというニュアンスですはい、それでは全体の役頭の中イメージできましたかはいこちらですどうぞドンもし目を閉じて録音された交響曲を聞けばまるでコンサートホールにいるかのように感じるかもしれませんねはいこんな感じです ねまあ、感じるかもしれないっていうのはね「アズイフに合わせて「感じる」って言い切っちゃうとねちょっと変なので「まるで」のように感じるかもしれないというふうにニュアンスにしてみました。まあセンターそのままなのでね、まあ本当は「メイ」とかなんか入れたくなるところですけれどもそのまま使わせてもらってます。はいということでね「アズイフこれもねそのまま熟語としてしっかり覚えておきましょう。 はいということでおさらいですこちら版あずはとにかく同じっていうことそれが時だったり質的なものだったりっていうことよで同時の意味の時うわ出ようと思ったらピンポーンってなったしね雨が降ってるってことは同時にお外での体育の授業は中止一応言わなくてもわかるけど言っとくねって感じ様態うわもうどうやってやればいいかわかんない言われた通りに同じようにやりなさいっていう感じようにねお金がじゃないね 天気が、ね、暖かくなるそれにつれてアイスも売れるっていう感じ時間がが過ぎる美しさが増す同じよううに動くということで譲歩の場合はねああもうボブイコール有名有名といえばボーダみんな分かってると思うけどどうも控えめですっていう感じでねちょっと強めた構文として使われているということでした。 だから、ね、これ全部覚えようっていうことでいいんですけれどもねまずはここ「イイコールイコーールルイコール同じ」っていうところをしっかりと頭に入れておいてください。はい皆さんお疲れ様